はい、こんにちは。今回のテーマは標準入出力です。これまで Java のプログラムとファイルをストリームでつないでデータの入出力をしてきましたが、今回はこのようにキーボードやディスプレイとつなぐストリームを使ってキーボードから入力した情報を Java のプログラムで受け取って、それをディスプレイに表示する、そんなプログラムを解説していきます。きっとあ、そういうことだったんだって思うような内容もあるので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは早速解説に入りましょう。それじゃあまず標準入出力って何なのかっていうところから話をしていくと、 Java ではこのようにキーボードからデータを入力することを標準入力、ディスプレイに対してデータを出力することを標準出力というふうに言います。じゃあこの標準入出力実際どうやるのかというと、もう超簡単です。ここにあるように java.lang パッケージに含まれているシステムクラス、この中に定義されているメンバー変数を使うだけですね。このメンバー変数はフィールドと呼んでる人も多いですが、このフィールドの中にストリームのオブジェクト変数がもともと提供されているので、それを使うだけっていう感覚です。実際にこのストリームクラスの API リファレンス、これを見てみると、このようにフィールドのところに in、out、errr、これエラーですね、このような3つのストリームのオブジェクトが用意されています。ちなみにこのシステムクラスというのは java.lang パッケージに含まれているクラスなので、インポートをしなくても使うことができます。なので標準入出力のプログラムではストリームクラスのインポートやストリームのオブジェクトの生成は必要ないということなんですね。これつまり今までの入出力のプログラムは、まずストリームクラスのインポートをして、そのクラスのコンストラクターを呼び出してオブジェクトを生成する、これで初めてストリームを開くという処理ができてたんですけど、そのあたりの記述が全くいらなくなるというわけですね。それじゃあ続いてシステムクラスで用意されているストリームのオブジェクト変数について、ホワイトボード右側で詳しく解説していきます。標準入出力をするためのストリームとして、入力用に1つ、出力用に2つのオブジェクト変数が提供されています。まず入力用としてインプットストリームクラスの in というオブジェクト変数が提供されています。よく使うメソッドが read メソッドで、これを呼び出すとキーボードから入力したデータを1バイト分読み込むことができます。またデータを最後まで読み取ると -1 をリターンするメソッドです。このあたり変数の定義やメソッドの定義、これ両方とも細かいところまで書いておいたので、ちょっとごちゃごちゃして見えちゃうんですけど、大切なのは青文字で書いたところですね。まずはオブジェクト変数の名前とメソッド名、ここをしっかりと押さえておきましょう。そして出力用の変数はプリントライタークラスの out、 それとエラー、この2つが提供されています。これ両方ともプリントライタークラスなので、両方とも同じような機能を持ってるんですけど、通常の処理の中で何かの情報を画面に表示したいときには変数 out から出力、何かのエラーが起きてしまってエラーメッセージを画面に表示したいときには変数エラーから出力、こんな風に使い分けることが多いです。なので標準出力は変数 out からの出力のことを指して、変数エラーからの出力のことを標準エラー出力と呼んだりすることもあります。そしてこの2つのオブジェクトから呼び出すことが多いメソッドがこの2つですね、プリントメソッドとプリントラインメソッド、これ両方とも引数、データ型の引数名データということで、ディスプレイに引数として与えたデータの情報を出力することができます。このデータ型というのは、例えばイント型やキャラ型のような基本データ型や、他にもストリング型などいろんなデータ型を受け取れるように、それぞれのデータ型のメソッドがオーバーロードして提供されています。そしてこの2つのメソッド、両方ともディスプレイにデータを出力できるんですが、プリントメソッドの方はただ出力しておしまい、プリントラインメソッドはデータを出力した後に改行するというところまで行ってくれます。じゃあこのようなメソッドどうやって呼び出すのかというと、まず提供されているオブジェクト変数は全てスタティック変数として提供されています。なので例えば変数 out を利用したければ、このようにクラス名ドット変数名システム .out という記述で呼び出せます。そしてこの out はオブジェクトの変数なので、そこからメソッドを呼び出せるわけですね。例えばプリントラインメソッドを呼び出すとすると、このように out の後にドットプリントラインというふうにメソッド名を指定することになります。はい、というわけでこれ今まで何回も呼び出してきたシステムアウトプリントラインですね。これ実は標準出力のプリントラインメソッドを呼び出すことでディスプレイに文字列を表示するということを行ってたんですね。このあたりぜひストリームの知識と関連付けて理解を深めておいてもらえたらと思います。じゃあ続いてホワイトボード右側で標準入出力のサンプルプログラムを紹介していきます。
こちらが後で実行するサンプルプログラムの一部を抜粋したものですね。まずはじめに標準入力で受け取るデータ、これを受け取る変数を宣言しておいて、実際に読み込んでいるのがここ、ホワイル文の条件式のところで、インオブジェクトからリードメソッドを呼び出しています。そうすると、キーボードから打ち込んだ情報を1バイト読み込んで変数データに代入する。その読み込んだデータがマイナス1でない場合、つまりデータの最後でない場合、下の処理を繰り返します。ここでは読み込んだデータ、これイント型なので、キャラ型にキャストをして、この文字の情報をシステムアウトプリント、そのままディスプレイに出力するというプログラムになってます。つまり、キーボードから入力した情報をそのまま画面に出力する、オウム返しをするような動きをするプログラムですね。で、このプログラム、後で実際に動かしてみたいんですが、その前に一つ補足です。ここでよく質問を受けるのが、system.out.print。このように、ドットが2つ以上続くと意味がわからなくなっちゃいますという質問をよくもらうんですね。こういう記述を読み解くコツとしては、いきなり全体を見るんじゃなくて、切り分けて考えるっていうのがおすすめです。例えばこの記述だったら、まずこの system.out、ここだけを見ると、これはシステムクラスのアウトオブジェクトという意味合いです。そしたらこの波線の部分は out というオブジェクトだと思って、そのオブジェクトから print メソッドを呼び出しているだけだというふうに切り分けてもらうといいかなと思います。でもどうしてもドットが2つ続くのは嫌だという場合は、こんな書き方もできますということで、一応紹介しておくと、もともと提供されているシステムクラスの out という変数、これをまず同じくプリントライタークラスの pw という変数を作ってしまって、そこに一旦格納すると。そしたらこの pw からプリントメソッドを呼び出す、こんな書き方もできます。もしこの考え方の方が分かりやすければ、このシステム .out の記述がここに置き換えられると上のような記述になるというふうに理解しやすいかもしれませんね。まあ、いろんな理解の方法があると思うので、ぜひあなたにとって理解しやすい方法でこのようなプログラムの記述読み取れるようになってもらえたらと思います。それでは最後に標準入出力のプログラムの動きを実際に見てみましょう。はい、こちらが今回紹介するサンプルプログラムです。まず、プログラムをパッと見てもらうと、すごく短くなったというか、全体的にさっぱりしましたよね。標準入出力で使うストリームというのは、もともと提供されている機能を使うだけなので、ストリームクラスのインポートとか、オブジェクトの生成、そしてクローズ処理も必要なくなります。じゃあ、このプログラム、何が書いてあるのかということで、中身を見ていきますが、まず、ここの部分ですね。6行目から9行目の記述が、さっきホワイトボードで解説したのと全く同じ内容です。念のため、ポイント部分だけ振り返っておくと、ここの部分、ホワイル文の条件式の中でシステムクラスの in という変数からリードメソッドを呼び出しています。標準入力から1バイト読み込むという処理ですね。そして読み込んだデータを標準出力しているのがここの部分です。システムアウトプリントを呼び出してデータをディスプレイに表示するということを行います。これをぐるぐると繰り返すというプログラムになっていて、この処理の中でもし例外が発生した場合、処理がキャッチブロックに飛びます。ここですね。そうするとこの中でエラーメッセージを表示するわけなんですが、ここちょっと見てほしいのが、今まで何かを画面に表示するときには常にシステムアウトからメソッドを呼び出してたんですけど、このようにエラーメッセージを表示するときにはシステムエラーからメソッドを呼び出すことが多いです。これ結果としてシステムアウトの時と同じようにエラーが発生しましたと表示されるのは変わらないんですけど、こうやってプログラムを見た時に、あ、これはシステムエラーだからエラーメッセージを表示する処理なんだというように、プログラムの意味合いを読み取りやすくなるんですね。こうやって出力する時のアウトとエラーは使い分けられていたりします。はい、じゃあこのプログラム実際にコンパイルと実行を行ってみましょう。はい、コンパイルをして Java コマンドの打ち込みまで終わりました。じゃあここで Enter キーを押してプログラムを動かしてみます。はい、ちょっとびっくりしましたが、すいません、スタンダードのスペルが間違えちゃってましたね。はい、これでもう一回実行してみます。実行してみると、このようにカーソルが一行下に移ってキーボードの入力待ち状態になります。じゃあここでハローと打ち込んで Enter キーを押してみるとこうなります。はい、入力した情報をリードメソッドで読み込んで、それをそのままプリントするということで、オウム返しのような動きになりました。これまだプログラムは動いていて、また Java と打ち込むと Java と返ってくると。じゃあこのプログラムいつ終わるのかというと、キーボードからコントロールと C、 これを同時押しするとこのように処理が終了するという動きになります。これ今回はキーボードから打ち込んだ情報をそのまま表示するだけという処理だったんですけど、もちろん入力した情報をファイルに出力したりとか、または入力した情報を使ってプログラムの処理を切り替えたり、そんなこともできるので、ぜひあなたもいろいろと試してみてください。
というわけで、今回は標準入出力について解説をしました。標準入出力をするには、もともとシステムクラスに提供されている、インやアウト、エラーというオブジェクトを使うだけで、とても簡単に実装することができるということと、これまで何度も使ってきた、システムアウトプリントラインという処理文は、実は標準出力の機能を使っていたんだよというところも、ぜひ合わせて理解をしておいてください。もし今回の動画が良かった、参考になったという人は、この動画を他の人にも見てもらえるように、ぜひいいねやコメントで感想など送ってもらえたら嬉しいです。そして今回はかなり見た目がスッキリしたサンプルプログラムを紹介したんですが、ストリームのプログラムって自分で作ったオブジェクトを必ずクローズするためにバイナリーブロックを書いたり、さらにその中にトライキャッチを書かなくちゃいけなかったり、すごくごちゃごちゃしやすいんですよね。で、このあたり毎回記述してると大変なので、 Java のバージョン7から新しい書き方ができるようになりました。次回の動画ではこの便利な書き方を解説するので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。